なんだね。依頼の件で来た怪物に心当たりは？ない。だが巨大なはずだ。10匹以上も狼を殺して内臓を引き出した。ほとんど食べずに残していたがな。つまり殺戮を楽しんでやがるんだ。奴は夜ごとに恐ろしい雄たけびを上げてる。みんな食料が乏しいというのに森に入れない。わかった、何とかする。幸運がお前をここに導いてくれた。狩りの成功を祈るよ。怪物が群れを全滅させたようだ。かなり大きいぞ。幹に体をこすりつけて大量の毛を残してる。まだ匂いがあるな。フィーンドのクソみたいに臭いとはよく言ったものだ。古くて乾燥してる。フィーンドはしばらく前から別の道を見つけないと。死んだばかりだ。何に殺されたんだ。別の痕跡だ。フィーンドにしては足跡が小さすぎるが。足跡だ。しばらく戦ったらしい。血がこびりついた毛。2匹目の獣は毛色が違う。両方とも大量の血を失ったようだ。チョルトだ、間違いない。フィンドと縄張り争いをしたんだろう。どうにかここに誘い出さなくては。よし、これでチョルトをおびき出せる。ゴリ先からでも嗅ぎつけるだろう。奴は必ず来る。洞窟で待とう。
前をバラバラにしてやるってことだ。なんだね。チョルトが森をうろついていた。フィンドと縄張りを争って攻撃的になったんだ。チョルトだの、フィンドだの、俺たちが何か悪いことをしたか。他にもこの辺りには怪物が潜んでそうかね。大丈夫とは思うが、この辺りに他に怪物がいないか気をつけておこう。ありがとう、ウィッチャーさん。さあ、これを村全員の寄付金だ。ありがとう。元気だな。